音楽以外で好きなことは何ですか？音楽以外で好きなことは、お笑いがすごい好きって、お笑いがすごい好きっていうと、なんか、広すぎるんですけど、なんかこの1、2年ぐらい、まあコロナ禍とかもありながら、なるべく劇場に、なんかやっぱ漫才を見に行った方がいいなって思ってて、いろいろ見てるんですけど、なんか別にお笑い好きじゃない人がどうとかっていうつもりなんですけど、やっぱ、なんかお笑い好きな人って、なんかこう、自分とか人を客観視できる人なんじゃないかなって、こう最近この時期思ってて、なんか、本当に、周りで本当にバンドやってたりとか音楽好きな人たちも、なんかお笑い好きな人多いんで、あ、なんかそういう人たちなのかなとかって思ったりするんですけど、特にそのまあ漫才見てて、去年の M1 の準々決勝で、ストレッチーズっていうお笑いコンビがいるんですけど、ちょっとその漫才見た時に結構、ふおーって思って、めちゃくちゃ笑ったっていうのもあるんですけど、まあなんか漫才って例えばなんか、じゃコンビニの店員やるから、お前客で入ってきて、みたいなのがあったりすると思うんですけど、ストレッチーズは、こうなんか、二人のこう、なんか会話でこう全部こう完成されるというか、いわゆる漫才コントみたいな入らないみたいなところの良さだったりとか、で、まあ僕のすごいまた好きな、中川家の剛が多分したと思うんですけど、なんか、いい漫才ってこうなんか、本が見えないみたいなことを言ってたりして、で、なんか本当にどういう見た目の人たちが、どれだけその人たちが言いたいこと言ってるかみたいなところに魅力感じるみたいなこと言ってて、あ、自分も、あ、そうだなってすごいなんかすごい共感したんですけど、で、ヴィンセントの、まあ、4月に出たアルバム出した時に、まあ、いろんなところで流通してもらって、いろんなところの、まあ、店舗の人だったりとかがいろいろコメント書いてくれるのがすごい嬉しかったんですけど、ブシバッシュの、スターのところに、まあ、ちょっと、言葉ちょっと微妙違うかもしれないですけど、なんか、演奏で、なんかこう、言いたいことだったりとか、なんか、怒りみたいなのをこう、発露してるのが、わかるみたいなことが書いてあって、で、別に僕らは、まあ、もちろんそれ打ち合わせてるわけでもないし、別に、4人ただ必死に、やってるだけなんですけど、そういうふうに思ってもらえるっていうのは、なんか今、いろんな、まあ SNS とかで、なんかこう、インスタントにこうなんか言いたいこと言える状況になった今だからこそ、自分たちしかできないことなのかなとか思ったりして、はい。だから自分たちも、ストレッチーズの漫才ぐらい、いい演奏ができたらなと、最近は思ってます。